どうもどうも、ジャンプベアおじさんです。約束のネバーランド第181話の予想です。超クライマックスという煽りがされておりましたが、それは最終回なんでしょうか。これまでの傾向で言いますと、鬼滅の刃もクライマックスという文字を掲げた次の週に最終回しましたけど、約束のネバーランドもそのような現象が続いております。今回180話もまたクライマックスと言われてましたし、その前もクライマックスと言われていたような気がするんですけど、実際のところ、181話で最終回となるんでしょうか。あと1話でなんとかするにはまだもうちょっと話数がかかりそうな気がするんですけど、センターカラーで27ページというページ数がありますので、もしかしたら最終回するのかもしれません。そして一つ気になるところは、エマの記憶は戻るのか戻らないのか、どちらの可能性もあるかと思います。記憶が戻れば、今までの家族と共に、老いの世界で一緒に戦った記憶なども取り戻してハッピーエンドという感じですが、記憶が戻らなくてもかつての仲間たちと出会うことで思い出せないけど何か大切なものに気づいて、そして旅立っていくというのも美しい物語なんじゃないかと思います。そしてまだ続くんじゃないかっていう気もしますが、どうなんでしょうか。人間世界編というのがもうちょっと話数があってもいいような気がしますし、しかし、エマとレイやトーマスなどが出会えば、もう物語は完結するんじゃないかとも思います。そんな予想でした。次回もとても楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ジャンプベアおじさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。